ウクライナに戦闘機供与提供ついに来ましたよ。これはねゲームチェンジャーになる可能性ありますよ。戦車供与ってありましたけども、戦車は戦車でね重要なんですけども、戦闘機はねこれは結構ね、これまでね戦闘機供与したらね核ミサイル撃ってくるんじゃないかみたいな、でみんなおずおずとね戦闘機はちょっと渡せませんみたいになってたんですけど、でもどっかのタイミングでどっかの国がね戦闘機提供するんじゃないかと言われていましたけども、先陣を切ったのがポーランドでしたね。 NATO 加盟国で初ということでした。できましょう。ポーランドのドゥダ大統領は16日、同国が保有する旧ソ連製の戦闘機ミグ29を数日以内にウクライナに提供すると述べた。 NATO 加盟国がウクライナに戦闘機を提供するのは同国へのロシア軍の侵攻後初めて。ウクライナは欧米の支援国に戦闘機の提供を強く求めてきたが実現していなかった。ドゥダ氏によると、ポーランドはミグ29を10から20機保有、ウクライナに対しまず4機を実戦配備できる状態で提供するという。ポーランドのモラビエツキ首相は14日、提供には4から6週間かかるとの考えを示していた。でももうすぐってことですよね。ウクライナへの戦闘機提供はスロバキアも検討中とされるが、 NATO 加盟国の間ではロシアの反発を警戒して慎重姿勢の国も多い。ポーランドが提供を急ぐ背景には、自国が先陣を切ることで他国にも提供を急ぐよう促す考えがあると見られるということです。ポーランドはドイツ製戦車レオパルト2についてもドイツに提供を強く促し、自らも14両ウクライナに提供したということでね。レオパレス21はね装甲が薄いみたいですけどもレオパルト2は分厚いみたいですからね、相当使えるという話ですけども、ちょっとこれ本当にゲームチェンジャーになり、なる可能性ありますよ。各国がどんどん戦闘機提供したらもう制空権を完全に取り戻すことになりますからね。ちょっとドローンの対処はいろいろとねまた手法が違うんですけども、これはかなり大きい出来事ですね。ついにここまで来たかなという感じがします。